マグリのチャームしてみたいです。あ、シャバシャバ系だ、おいしい。サビの昆布締めとなっております。寿司ガレですね。イサキとなります。どちらもしっとりした味わい、一品目としてちょうどいい。生で水たこと、すだち絞ってそのまま召し上がります。二段子は軽くわさびで召し上がってください。まだことみずたこの食べ比べ、水たこのこの食感すごいですね。ちょっとぬるちとしておいしいです。海外のお水たこしたことです。力強い食感、パワフルだな。シャリなしですか。シャリなしです、これはこれで面白いかな。すごいなんかもちもちしてて美味しい。おはじき最強味噌につけたものですね。分厚い食感の魚の生ハムって感じ。カジキの香りと味噌の香りが、塩梅が本当に最高。白エビの昆布締めでございます。白エビにかけてるのが煎り酒ですね。梅干しと鰹節をお酒で煮詰めた調味料でございます。美味しい。蒸しアワビとあん肝です。ほんのりアワビの味噌の香りが漂ってくる。うまっすか。油がすごい自分から出てくるんで、この油で焼き、タレも絶妙っすね。これ岩もずくのもずくすでございます。シャキシャキで美味しい。白いカレーですね。何枚重ねですか。3枚。最初の食感があってどんどんねっとり甘くなっていく。シャリをすごい感じる。カマス昆布締めです。皮がついてないカマスって珍しいですね。炙ってるイメージ。それが大体一般的で、はい、それを逆にやらないでやってみようと。そしたら非常に旨味もあって、脂も火入れなくてしっかり立ってるんで、綿がうまいですめ。油すごい。中トロですね。シャリが硬くて美味しい。シューさん、これは1回目は薄切りですか。薄切りのシャリそんなにいじってないもので、2回目が楽しみにしていきます。はい。確かにカットもまあ分厚いですね。もう全く別物になりますね。食べ応えがやっぱり2貫目の方がある。後半の方がバター感がより強いですね。優しいですね、なんか美味しい。甘い肉にメニューしてですね、ネタの強さが半端ない。重厚感がすごい。うわあ、高い。厚みがすごい。燻香しますね、確かに。うわあ、間違いないやつ。こっちが三陸の紫ウリと北海道利尻バフンウニでございます。一口目と二口目で、ウニの食べ比べになって。はい。よし。どっちも濃厚だけど、紫の方がさっぱり、和風の方がねっとり感、濃厚さが強い。幸せな気分になれる。甘くてトロトロ、美味しい。シュワトロ、美味しい。
蒸しアワビとあん肝です。アワビがそのまま召し上がってください。で、あん肝一切れ目がわさびですね。二切れ目がきゅうり、下が揚げになりますんで、そちらとご一緒にお召し上がりいただきます。ムチムチの食感、すごくナチュラルなアワビ、ほんのりアワビの味噌の香りが漂ってくる。ここに14代大将おすすめの組み合わせ。うわー、美味しい。あん肝と14代の組み合わせも罪です。ほんと14代合いますね。あん肝とごまと奈良漬け、はい、シャリのみです。これ潰してたじゃないですか。でつまみはそのまま切ったんですか。もうそうです。あれの切って、で元々ちっちゃい要はその塊切ってるじゃないですか。当てで切ってて、スライスした時に。形ちっちゃいのかな、はいはいはい、それをこう回してたんですよ。なんかやっていくうちになんか定番化してきたんで、なんかそんなちょっと道ごとできない。最終的にこうパッパッて切って中に入れるっていう、本当にいいところを潰して。そうです。うわ、